はい、こんにちは、スワシマスです。皆さん、心配おかけしてすいませんでした。だいぶ体調良くなってきたんですよ。で、その原因が分かったんですよ。原因が。これです。じゃん。点鼻薬。僕がね、もう5、6年ぐらい前から、毎回買うようになって、これ、なくなったらすぐにまた買い足すっていうか、この補充するようになって、もう、ちょっとでも鼻が、日常生活で、ちょっとでも鼻が詰まれば、もう必ずシュッシュやるようにしてたんですけど、今回体調不良になって、まあ、熱が下がったり、その体調が回復するまでの間も、ずっとこの、ちょっとでも鼻詰まったら、このシュッシュやってたんですけど、で、どうやらそれがダメだったみたいで、で、なんかその、まあ、鼻が詰まる、要はその、腫れる時って、要はそのなんか、外から悪いバイ菌が入ってきてて、それを食い止めるために鼻がこう詰まったり、こう炎症を起こしてくれてるわけで、で、そこでこうガードマンが、そこにいる僕のシワスミニガードマンが、その戦って、バイ菌と戦って退治してくれるから、どんどん体調が良くなっていくのに、俺はそれをこの点鼻薬で無理やりその鼻を広げちゃって、通り道を作っちゃって、いいよ、バイキン取っていいよ、になっちゃったんですよね。の、昨日仕事中に、これを、その、半分っていうか、その仕事中の前半まで使用してたんですけど、ちょっと、あ、もしかしたらこれかもしれないと、使用やめた瞬間になんか急にどんどん体調が良くなってきて、なんでしょう、なんかね、その熱っぽさから来る、その、発汗もどんどん収まってきて、あれって、なんでってなっていって、あ、これかー、みたいな。ちょっとしばらくこれなしで生活してみようと思います。あんまりこれね、依存するのも、良くないらしいんでね、乱用っていうか、するのも良くないらしいんで。まあ結構辛い時もあるんですけどね、その、まあこれ鼻詰まってて。まあ、それ、ちょっと寝苦しい、口呼吸になっちゃったりして、寝苦しい時もあるんですけど、まあ、その方が健康でいられるなら、ちょっとね、これ手放してみようかなと。まあ、これ一回600、700円ぐらいするから、ちょっと経済的にもね、ちょっとお高いし、ちょっとまあ、あれだな、しばらくはこいつとの依存関係を、ちょっと立ってみようかなと思います。ということで、ぽい、はい、ぽいって。はい、そんな感じです。いや、で、明日、その元ルームメイトに頼んでですね、またレンタカーを手配して、そう、それで、ここにある荷物を、先月まで住んでたアパートに移動させようと思います。んで、アパートの退去はまだ行ってません。まあ、どうせその申し込んだところで1ヶ月2ヶ月は、どうせ家賃払い続けなきゃいけないから、だいたいそのアパートって退去する2ヶ月くらい前から申請してくださいっていう決まりになってるんで。なので、とにかく荷物だけ移動させりゃ、ここで電気代とかガス代とか水道代とか節約できるしと思って。はい。そういう感じですね。で、昨日投稿した動画のコメント欄で、そこのうちやばい雰囲気してますよとか歓迎されてないですよっていうコメントがあって、ちょっとそういう、ちょっとお化け系の物件なのかなって思ったんですけど、どうですかね俺、あれ筋トレ器具置いてて、あそこで筋トレしてるんですけど、いつも。この引っ越してきてから。ね、生配信の時とかもさ、筋トレしながら、とか言ってふざけて筋トレしてたんですけど、それがお怒りに触れたから、ふざけんじゃねえぞ、お前みたいな感じで。あと、あそこに姿見、鏡を置いてあるんですけど、あれね。鏡を置いてあるんですけど、なんか鏡ってね、幽霊の通り道とか言うじゃないですか。ね。だから、それも良くないのかなと思ったり。でも、まあ、僕は霊感ないんで、霊感ないし、体調戻ったから、っていう感じで大丈夫です。もう体調さえ回復すれば、もう、僕は、無敵。無敵うんげしょんげー。うんげしょんげ、うんげしょんげ、ちっちー。ブー。はい、こんな感じです。またね、前のアパートでの生活を楽しんで、皆さんにね、また素敵な、お上品な歌をいっぱいお届けしますんで、ね、これからもよろしくお願いします。
あと、お尻パラダイスのフルコーラス、ちょっと制作進めてますんで、それも楽しみにしてください。お尻パラダイスですよ。ね。ね、曲が生まれる予感がするし。はい、そんな感じです。またね、バイバーイ、にゃー。あ、よく最後までやっとこう。うん。にゃー。にゃこにゃこにゃこにゃ。バイバイ。